わしょうまジャパンからお送りします。グレイテストわしょうま It's show time! ようこそ。今日は新時代の創造をみんなでやっていきたいと思います。さあ、この地球をみんな感じてください。新時代創造へ行ってらっしゃい。パチン。さあ、今日のゲストはですね、まずハートインプレスパーク、アナ・ミサキ。そして、共に新時代の創造を感じてくれるのはミキ師匠。そして、チナ・ミキ師匠。そして、我らがアース。アース。縄文のアース。よくわかんなくなったけど。アース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 。そっちかーい。そして、アースから生まれた高橋しかね。さあ、今日このメンバーでお送りしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ショータイム。はい、ということでね、改めてちょっとよく見て存在がでかっ。乗っとる。かわいい。さあ、ということで、新時代の、創造、なんか本当に新時代って言われても、まだピンとこないかもしれないですけど、本当に今この瞬間想像できること、そしてそれが未来を作っていくっていうことに、その可能性になんか今日は少しでも気づいてほしいなと。で、僕自身も今がどうやって未来につながっていって、そしてもう一個言うと、未来からもそのエネルギーを受け取ることができるし、過去からもそのエネルギーを受け取って、今ここに、この新時代創造というエネルギーをどれだけ持ってこれるかというか、皆さんの中にあるその可能性を引き出すための、動画になると思いますので、永久保存版として今日やらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、新時代っていうのは、なんかすごく未来的ですけど、今ここにあるってことを今お伝えしたんですけど、改めて、今ここにいるという感覚を一番感じるのはどこでしょうかね。どういう感覚なんでしょうか。今ここにいれるという感覚、実はハートインプレスパークで一番大事にしていることが、実は今ここに言える、まさにその方法というのがありまして、それが感じることです。感じるというのはいろんなアプローチがありますけど、その中でも、やはりハートインプレスパークで言うと宇宙の音楽。この宇宙は本当に、作られた何かではなくて、本当に今ここに、何か届いたものが全てを作っていくという、すごくこう今ここに感じるという力を本当に養っていくのが宇宙の音楽の、実は真髄なんですね。その宇宙の音楽ですごく大切にしていること、それはシンプルに、ここです。とにかくフィーリングです。
マッションマンいいね。マッションマンのこの顔を見てどう感じますか？いいですよ、ひげ青くなってきてるとか顔濃いなとか感じることですよ。フィーリング、そういうフィーリング、この画面を通じて感じてください。そして自分自身の、僕のこの動きを見てまたイラッとしたりとか、キモいなとかね、キモいなとか、最高だなとか、俺もそこに混ざりたいなとか、美しいなとかね。そうです。みんななんで感じることが違うかというと、一人一人実は今ここにある感覚が全部違うからです。そしてそうやって実はこの世ができてるんです。という感じて動く、さあまあどうやってやるんでしょう。魔法のような言葉です。感じてください。え、何それ。もう僕たちの周りでは感じてくださいっていうのをちょっとこう意味わかんないとかって拒否する人もたまにいるんですけど、感じることっていうのは、すごく難しいように感じますけど、これはよく美咲さんが言ってくれます。五感にいること、五感覚を感じるとき、おいしいって感じてるとき、痛いって感じてるとき、寒いって感じてるとき、美しいと何かを見てるとき、そんなときは本当に今ここにいます。ちなみに美しいって思ってなくても見てればいる。じゃあすごく視覚っていうのは特に大きいんでしょうね。そういう意味で、ね、多分見ているとき、僕の多分この動きを本気で今ただただ見るということをしたときに、それはもう五感覚の視覚のゾーンにいるということですね。さあこの感じて動いていく、今日は実はこのメンバーでその感じて発信していく、そこから実は新時代を創造していくということを、僕は感じていますので、ぜひ今日はこの4人のメンバー、そしてここに動画を見てきてくれた人、これが YouTube に上がった時に感じたこと、師匠はもうずっと感じてくれてますね。とか4人と1匹と4人ともそうです。そしてアース本当に豊かなこのアースの時間です。まあ、本当に感じて動いているので、僕たちもこう信じない想像というのはどこから起き上がっているのか本当わからないんですけど、まずは、出てくるものを出したいと思います。はい、はい、お願いします。さあまずはそうだな、僕はねいつもいつもこれを感じるんですけど。これは僕の感覚ですね。新時代を想像するのに僕はこういうことを今感じています。それは死を感じます。なんでかというと、すごい薄いんですけどすごい薄いですけど、こっちの黒ね、これ大丈夫？さあなんかすごく不吉な感じしますね、この死というのはね。なんかあまり見て気持ちいいとは思わないかもしれないですけど、でも、僕は実はこの、すごくこういう生き方、こういう生き方ってもうちょっとちゃんと言うとですね、自分の感覚で生きていく、つまり感じて動く、いや感じて生きていくということをし始めたきっかけが実は僕は死だったんです。なんでかというと、この命が、いつか終わりが迎える頃、僕たちはいろいろ考えます。あれやっとけばよかった。いや、むしろ、僕の父は、この死を迎えるときに、どんなことを思ったのかわからないですけど、僕にこんなこと言ってくれました。お前が好きなように、この元気度を本当に感じて、想像して、大きくして、世の中に伝えてくれと。でそうした時に僕はまずこのすごく死というのを感じてみました。そして感じて感じたら僕は次に、これが出てきました。死を感じた次に必ず出てきました。それは生です。死があった後に僕は一生涯かけてやりたいものっていうのを
考え始めました。つまり、死を感じたら一生涯自分が本当に大切にしたいものがようやく見えてきました。だから今やりたいことがわからないっていう方はすごく自然なんだと思います。わからなかったです。でも、すごくこの命がちゃんと終わりを迎えるんだって感じたときに、生きるというすごく、想像力というか、じゃあ一生どうやって生きたいんだ、本当に生き方を、捉え直そうと思ったときに、あらゆる本とかあらゆる資格を僕は、まず身につけようと思っていただいてました。もう、なんだろう。もうとにかく僕はビジネスを大きくしたいとか、会社を大きくしたいとか、なんかその男性的な夢をたくさん持ったんですね。で、その時に、ふと思いました。自分が事業を始めて、シェアハウスを始めて、ここ元気堂という場所で、カルチャースクールを始めて、いろんなことを本当に始めた時に、じゃあこのシェアハウスとかカルチャースクールをもっと大きくしたいかって言われたら、いや、これを一生がやらないな。じゃあそうした時、僕はずっと一生涯かけてやりたいものは何なんだろうって分からなくまた迷いました。そんな時に出会ったのが、こんな問いでした。あなたの素直な心、あなたの夢、それはどんなものですかっていうことを聞いている人に出会いました。あ、きっとそんな問いから、そんな、本当に何が一番自分の生涯で大切なものかっていうのは、人に聞かれて、すごく悩みました。でもその悩み続けた結果、今僕はここにいると思っています。感じて動く一つでも、すごく感じることっていうのは、どこからでもできますけど、僕はこの、うちの父が亡くなったこと、そしてそこから一生涯本当にかけて何かやりたい、その先に問いが来ました。問い。きっと、何か今日、新時代、本当に今ここにそんなことを感じれる、大きいきっかけがこの何か、僕はこの3つに、すごく、自分の人生を問われ、そして死ぬということを感じ、生きるということを感じ、そして問い続ける。なんかこの3つが、すごくこの新時代を創造する、そして未来に本当に希望を持っていく、力に、すごくなんか大きくなっていくんじゃないか。僕はこの3つをいつも感じながら、日々、生きております。そして、ショーマンになりました。うわこの地球上で、どうやって生きて、どうやって死んで、そしてどんな生き方をしたいかずっと問えてみてください。そしたらこの地球上の人たちが、いろんな答えを持ってます。いろんな答えが、その新時代になってきます。なんかそんな、本当に、この、なんだろうな、ショーマンとしてはですね、ここをすごく大切にしていった結果、これが大きい、本当にエネルギーの元気玉になって、みんなおめでとうって言って、本当に祝福をあげていく何か力が、まあ、こういう形なのか、いや、もしくはもう、師匠君たちはすごいよく頑張ったよ
当に祝福をいろんな方向からいろんな地球人以外のいろんな星々から本当に宇宙から、こう祝福を与えてくれるようななんかそんな視点、すごくすごく、これはリアルなものですけどでもこれが必ずこの地球の、一人一人に絶対あるはずですよねこの全てがだから全員に共通していること、それが、僕たちがすごく大切にしている、一人一人の中に答えはあるけどでもその答えは実は人間の中だけじゃなくて本当に外からもあるし中からもあるしそしてこの地球もそれを望んでいるなんか新時代の創造っていうのは、そんな、一つからではなく、本当に三つを感じて生きていくことそこから始まるんではないかと、今日は最初のお呼びかけをさせてもらいましたありがとうありがとうございます。まだまだ続きます。一回切ります。ありがとうございます。